者救済を優先して行え。台風被災者救済を優先して行え。憲法教育基本法を踏みにじる萩生田受任しろ。憲法教育基本法を踏みにじる萩生田受任しろ。安倍政権という異常な政権の下で政治も行政も社会も今深刻な歪みが起きています。これを正す市民と野党の共闘、ご承知のように高知県知事選挙での野党共闘の成立も見られる段階にまで発展してまいりました。ここに確信を持って希望を託していこうではありませんか。臨時国会での戦いを通して安倍政権打倒のうねりさらに大きくしていくこと、皆さんのご奮闘を呼びかけさせていただいて開会にあたってのご挨拶をします。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして国会報告を日本共産党衆議院議員の神谷政権からよろしくお願いいたします。皆さんご苦労様です。日本共産党の衆議院議員の赤嶺政権です。今日野党の国対委員長会談が開かれました。毎週水曜日は国会の諸課題の取り組みについて野党が国会内共闘を強めていく、その立場から国対委員長会談が定例化をされております。そして今日のこの野党国対の中で一番大きな議論になりましたのが、あの萩生田発言、教育の機会均等を奪うような今度のやり方、これは文科大臣が発言を撤回して済む問題ではなくて、不公平を持ち込むような若者の希望を奪い取るような、そういう制度撤回するまで野党は共に戦っていこうと、今国会でも大きな議論を起こしていこうと、そういう意思統一を行いました。災害に対する対策ももちろんであります。これだけ多くの災害で国民が希望を失っているときに、新しい時代の日本の姿を決める憲法の議論なんてとんでもないではありませんか。憲法の議論をやるべきというなら、あの表現の自由を犯した愛知トリエンナーレの問題を国会でも大議論をすべきではありませんか。また今日野党の憲法審査会の幹事のメンバーが集まりまして、夏のヨーロッパ視察の報告を伺う機会がありました。今度の憲法審査会の視察にドイツを選んでおります。なぜドイツを選んだか、与党はドイツが憲法改正を63回やっている、1回もやっていない日本にとって大変参考になるとこのように思って選んだようでありますが、行ってみたらドイツの側の説明は63回改正したといっても、そのほとんどは日本の国で行われている法律改正に準ずるものであったり、予算措置に準ずるものであったりして、こういう基本法がそういう簡単な改正によって次々行われるのはふさわしくないのではないか、こういう発言があったそうであります。63回は日本の法律改正と同じだと、そういうことを聞いて与党の方も少々びっくりしたようでありますが、皆さんこの63回の数だけをもてあそんで、日本は憲法を変えてない、ドイツは変えている、こういう宣伝はやるべきではないということを与党の皆さんも感じているようであります。私たち
日本の国の憲法は、あの戦争による被害から日本国民が立ち上がっていく希望の憲法でありました。その憲法を蹂躙していく安倍内閣に憲法を変えようという資格は絶対にありません。今度も中東への自衛隊派遣、国会で何の議論もされずに自衛隊の派遣を始めようとしております。日本がこういう安倍内閣の政治許していたら、一歩一歩私たちの大事な平和が壊されていく、平和憲法が壊されていく、そのことを国会で戦いながら痛切に感じております。憲法審査会は一応毎週木曜日が定例日となっております。明日はその海外視察報告も行われます。その中ではドイツの憲法63、3回も変えた意味もおそらく発言されると思います。しかしながら私たちは改憲につながる審査会は動かすべきではない、国民は改憲を望んでいない、このことを強く国会で主張して頑張ってまいります。毎週動かさないための大きな力はやっぱり改憲を許さない国民的な戦いであります。自民党も憲法審査会を国会で動かすためには草の根の戦いが必要だと言って各地で集会を開いているようであります。審査会開かさない、 そして憲法改憲は必要ない、こういう戦いを引き続き国会と国民が力を合わせて進めていこうではありませんか。共に頑張りましょう。